またここで私の話を聞いていただいている皆さんには本当に感謝します。私は今ほど働く者が、労働者が踏みいじられ、誇りを奪われ、虫けらのように扱われている時代はないと思います。私は昔 NHK のディレクターをやっていました。同時にその長崎分会、長崎でしたけども、分会の委員長をやっていました。そして組合運動の結果 NHK をクビになり、弁護士をの道に転身しました。数多くの労働事件を以来手掛けています。その労働事件を手掛けている中で、結局何が鍵なのかというと、法律の問題じゃないんですね。団結の問題なんですね。これだけ踏みいじられ、誇りを奪われ、明日どう生きるか、今斉藤祐介さんもおっしゃってた、明日どう生きるかということで苦しめられている、この労働者が手を取り合って団結して、自分の生活と仲間の生活と労働者の権利を守り合う、これがないから、そういう場がないから、こんな無駄らしいひどい社会になっているんだと私は考えます。安倍政権の政治は本当にひどい、冷酷だ。どんなに人々が声を上げようが、あのナボはそうでしょう、あるいは特定秘密保護法案がそうです。どんなにみんなが反対しようと無視して、バックにいるのは大企業、大銀行だ、その利益に向かって走り続ける。労働者の権利が奪われる先には戦争が必ず待っています。一体皆さん、戦争とは何だと思いますか。言うまでもなく、戦争で皆さんが何か利益を得るでしょうか。世の中の 1% の大企業と支配者が、その利害のために、利益のために、ことさらに国民の対立、憎しみを煽り、その利害のために人々を戦場に送り込む、他国の人たちと殺し殺される関係に立たされる。しかし、お互い皆が、親があり、妻があり、夫があり、子供がある、同じ人間同士です。それがなぜ殺し殺され、憎しみ合わなければならないのか。結局は一握りの利害のために、そういうむごい目に荒らされるということは、あの戦争、310万人の日本人が死にました、殺されました、アジアの人たち2000万人の命が失われた、あの戦争のこのかけがえのない犠牲の上で私たちが学んだことではなかったでしょうか。私は安倍首相の政治は今までの自民党とは完全に次元が違ってきた、本気で戦争に向かってます。この国会の開かれているうちに集団的自衛権、アメリカと一緒になって、あるいはアメリカに先駆けてでも、日本が戦争を仕掛けていく、戦争を始めていく、その内閣の決議、閣議決定をやろうとまでしてるんです。これは歴代の自民党政治、歴代の誰の保守政治家すらやらなかったことです。明らかに違う政治が姿を見せ始めました。今こそ私たちは真剣に、本当に戦争とは何か、誰の利益なのか、誰がやりたがっているのかというのを見極めて、今安倍政治には断を下さなければならないと思います。私は1000万の都民の怒りを背に、安倍を打倒する、倒す、そうじゃないか、なければ私たちの未来はないというふうに考えます。しかし彼らも方々です。沖縄のあの名護市長選挙を見てください。あるいはこの間国会を都へ破綻に取り巻いた、全国で巻き起こった特定秘密保護法案、あれに対する反対運動の高まり、広がり、深
さ、みんなの気持ちの深さですね。お見てください、私は今の時代に絶望などしている暇はない。あの大江健三郎さん、ノーベル賞作家ですね、いかなる絶望にも私は同調しない。私ら自分たちの未来を自分たちは切り開き去るってことを彼も叫んでいます。今反原発運動の先頭に立って、私は本当に敬服すべき、敬意を表すべき作家だと思います。私も同じように考えます。この時代、労働者はこれだけ踏みにじられる、それをひっくり返すその鍵が労働組合だと私は思います。先ほど言いましたように幹部が腐らせているからです。私たちの手に労働組合を取り戻しましょう。私はそういう一つ一つの私たちが職場でできること、地域でできること、学校でできること、それを積み上げていけばこんな変な政治の方向はやめることができる、止めることができると思います。皆さん、その意味では今回の都知事選は非常に大事な、東京都のだけではない日本の進路を決める分岐点になっていると私は思います。戦争の道にこれ以上進むのか、そういう一握りのやつらをぶっ倒して、労働者は自分の生活と自分の誇りを取り戻す、そういう社会に向かうのか。今度の都知事選の候補者、誰が安倍政治を断ち切る、安倍を倒そうと言ってますか。誰が福島の人たちの苦しみを訴えてますか。脱原発、小泉さんじゃありませんけど、脱原発って言ってもいろいろです。先ほど来言われているように、小泉さんは再びあの小泉劇場の夢をもう一度とばかりに細川さんを担ぎ出し、脱原発の一色に染められた都知事選をやろうとしています。それは裏返してみれば、原発をなくすというのは今や地の声、民の声、天の声だからです。それを逆手にとって今の自民党支配の危機を救おうとする、それが小泉政治です。自民党をぶっ壊すと言っていた小泉さん、自民党はぶっ壊れましたか。そうじゃないでしょう。先ほど2人の郵政の労働者がここで私の応援演説をしてくれました。自民党がぶっ壊れる代わりに郵政がぶっ壊されたんです。労働者の権利が壊されたんです。そういうことなんです。ワーフレイズ政治なんていうことではない、脱原発なんてことで全部がまとわる、そういう都知事選ではありません。本当に安倍首相がやっている戦争への政治、そして消費増税、代わりに法人税を下げるという大金持ちに向かっての政治、アベノミクスなんて言ってます。皆さんの懐潤ってますか。売れてるのはデパート行くと高級な時計と宝石と毛が悪いだけだと。株があんなに上がったり下がったりしてるじゃないですか。誰もこの経済の受けに確信を持っていないからです。そうであれば、私たちは自分たちの手で未来生活を切り開かなければいけないんじゃないですか。それができるのが労働者なんです。なぜならば労働者は社会の主人公です。ネット右翼なんて連中がいますね。私はネットで演説すると、何をお前言ってんだと、企業あってんの労働者だと、とんでもない、逆だ、労働者があって初めて企業がいる、この社会が動いてるのは本当に汗水垂らして低賃金でこき使われてる、しかしその労働者がいるからでしょう。労働者が社会の主人公、この労働者が主人公であるべき労働者が今ほど恥ずかしめられ、権利を奪われ、低賃金で殺されてる、こういう中は絶対に変えなければならない。同じように福島はそうだ。59人の子どもたちの甲状腺がんが発見された、とてつもない高い率です。しかし政府も 県も福島県もこれはあの第一原発ということは関係ないと言ってる。だったら何でこんなものが起こるんだ。本
当に今東京都の私たちも放射能のかなりの量を浴びています。江戸川のうなぎが食えなくなったら皆さんご存知でしょ。あるいはまた給食、学校の給食民営化されて現場から手が離れてます。その中で給食が、その食材がどのような放射能の汚染されているか誰も測ろうとしないじゃないですか。真剣にお母さん方は心配してます。福島のあの事故は収束どころではありません。一つ例えば第4号機あの使用済み核燃料の山が崩れたら首都圏3000万人が一斉に避難しなければ私たち自身が放射能で殺されてしまう、そういう危機にあります。それをやれコントロールされているのか完全にブロックされているとか国際的にですよ、そんな事実に反することを言って呼び込んできたオリンピックです。福島を現実を直視しましょう。東京に4000万、東京の4000万5000億、5000億円のお金を、4000億円のお金をオリンピックに吸い込むと言ってます。そんな高額なお金、私たちの税金ですよ。都民税の高さ考えてください。そんなものに使う、それよりは高齢者の福祉に、子どもの認可保育所の増設に、そして被災地から1万人と言われているこの東京に避難している人たちのために使うべきなじゃないでしょうか。私は本当のことを言わなければならない、本当のことを言わなければならないということで立候補の決意を固めたわけです。私の背後には何千人という弁護士の声があります。もう一人の弁護士が立っています。日弁連会長を売り物にしている。しかし彼の日弁連会長時代何がやったか、弁護士の数はどんどん増やされ、今弁護士は失業状態です。どん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 人々を権利を守るべき人の権利の盾になるべき弁護士が失業状態です。若手はこの世界に来ようとしません。当たり前です。来ても食えないからです。弁護士になって半年経つのに月に3万円しか収入がない、親の援助だけで暮らしている。しかし借金はあの例の法科大学院で1000万円しょっちゃったと、そういう若手の弁護士が圧倒的に増えています。こういう中で人々の人権、戦争反対、誰が守っていくのでしょうか。そういうことも先頭に立ったのが日米連会中を歌っている彼です。宇都宮さんです。さらに裁判員裁判ってありますね。罰金で脅かされて10万円です。正当な理由がないって裁判所に行かない、呼び出されて人が人を裁くという本当に難しい、本来ならば神様でしかできないようなね、そういう難しいことをやらされるんです。ある女性が福島です。血の海に横たわる被害者、その傷口まで見せられてとうとう心が明かされ職を続けられなくなりました。ただしその人は偉い方です。勇気を奮い起こしてこういう政治を変えようということで訴訟を起こしました。今2回まで進んでます。この裁判員制度とんでもない、現代の赤紙と言われてます。この先頭に立ったのがまた宇都宮さんなんです。日米連の会長が何かいいことやったって全くありません。だから私は私の背後にある何千人という本当のことを言って本当に人権を守る、そういう弁護士集団から押されて今言葉にあります。皆さん、ただごとにならない世の中です。しかし今私たちが手を取り合って本当のことを言って戦うならば、曖昧なことを言っちゃダメだ。宇都宮さんはシンプルなオリンピックなんて言ってるんですよ。シンプルなオリンピックといっぱい金かけたオリンピック、誰がどこで線引きするんですか。ゼネコン利権に群がる人たちが絶対これが必要なんです、絶対これが必要なんですと、国立劇場がそうでしょと言ってきたら、シンプルなんて絶対吹っ飛ぶに決まってるじゃないですか。やるかやらないかなんですよ。曖昧なことを言ってはいけない。私はそういう意味では中心的には3つまた4つのスローガンを訴えてます。1、安倍の戦争政治を断ち切ろうということです。2、貧困と過労死をなくそう。本当に労働者は生きられる、8時間労働すれば生きられる、こういう社会に作
作り直そう。3番目、被爆は絶対に許されない。私たち自身も特に福島の現実を直視しようということです。以上の3つの観点から私はオリンピックは返上すべきだと思います。唯一オリンピック返上と言ってる候補でマスコミはなかなか取り上げません。当然でしょう。マスコミなんて言ったら営業でやってるんですよ。大資本ですよ。しかし私は皆さんの支持を絶対に得て、この声を東京都のその行政としていきたいと思います。よろしくお願いします。